こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、少し前に私が解説した、ちびまる子ちゃんの前田さんの胸クソエピソードを覚えているか？もちろんだよ、強烈エピソードで忘れられないもん。あはは、今回は、前田さんの胸クソエピソードの後編として厳選した、5つのエピソードを解説したいと思っているんだぜ。待ってました。前田さんの胸クソエピソードは、腹が立つんだけど、癖になる部分もあるんだよね。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。1、教室のワックス掛け。一つ目のエピソードは、第2期の245話教室のワックス掛けという回でのことだぜ。前田さんが丸子屋の口さんと一緒に掃除係になったことと関係しているのかな？霊夢、鋭いねー。そうなんだよ。前田さんが掃除係だから起こった出来事だとも言える話なんだ。この話の簡単なあらすじは、ある日、丸子たちのクラスの教室をワックス掛けすることが決まるんだ。そこで、クラスメイト全員が一人につき2枚の雑巾を持ってくることに、もしかしたら、忘れる人がいるかもしれないと、恐れた前田さんは勝手に、掃除係だけ、一人5枚の雑巾を持ってくることを決めてしまうんだぜ。ワックス掛けの日、野口さんは2枚しか雑巾を持ってきていなかった。クラスメイトの山田くんは、雑巾を全く忘れていて、持ってこなかったのだが、前田さんは、山田くんより、掃除係なのに2枚しか雑巾を持ってこなかった野口さんに激切れしてしまう、という内容。前田さんの勝手な性格がまた出ている回だねー。そうだな、急に雑巾を5枚用意するのも大変だと思うんだが、掃除係じゃない生徒の2倍以上も雑巾を持ってこなくてはいけないなんて、掃除係は負担が大きいよな。そうだね、他の件でも話したことだけど、掃除係のみんなで決めたことなら各々納得できると思うんだよね。でも、前田さんは勝手に決めちゃうから。そして、それに従わなかった人に怒り散らかす。横暴の極みだね。山田くんがお咎めなしで、最低限の枚数を持ってきた野口さんに怒りの矛先が向くなんて、言葉もない。2、焼きたてのパン。二つ目のエピソードは、第2期の294話、焼きたてのパンという回でのことだぜ。この話の簡単なあらすじは、ある日、笹山さんの家でパン作りを計画していた丸子たち。ウキウキで話すパン作りメンバーの話に急に入ってくる前田さん。前田さんは、強引にパン作りに参加することに。前田さんは、パンを焼いている途中のオーブンを、開けてはいけないのに勝手に開けて様子を見たり、勝手な行動ばかり。ついに城ヶ崎さんに怒られてしまう前田さん。なんとか、焼き上がったパンだが、前田さんと城ヶ崎さんのパンがくっついてしまっていたんだ。前田さんがくっついていたパンを無理やり剥がしたことにより、前田さんのパンが破けることに。前田さんはおばあちゃんにあげたいからと、笹山さんの家に居座り成功するまで長居することになる、という内容。またまた、迷惑人な前田さんの本領発揮だね。おう、全く迷惑だぜ、というか、誰にも嫌な思いや迷惑をかけない行動は、前田さんにはできないんだろうか？自分の思うままに行動する前田さんだから、周りに迷惑かけまくらないといられないんだろうね。はぁ、城ヶ崎さんは、結構、前田さんにはっきりと文句を言ってくれるから心強いよな。他のみんなももっと前田さんに文句を言うべきだよ。今回の一番の被害者は、笹山さんだよな。家に遅くまで居座られて逃げるに逃げれない。そんなに遅くまでキッチンを占領されていたら、笹山さんの家族も困ると思うぜ。自分のおばあちゃんへ渡すパンを焼けるなら、他の迷惑なんて知ったこっちゃないってことかね。そうなんだろうね。まあ、日頃、前田さんに苦労している前田さんのおばあちゃんからしたら、前田さんにパンをプレゼントしてもらえてよかったかもしれないけどね。せめて、おばあちゃんが喜んでくれているといいな。3、丸子の大晦日。3つ目のエピソードは、第2期の303話、丸子の大晦日という回でのことだぜ。年の瀬で、学校も冬休みでしょうに、前田さんと丸子は会う羽目になっちゃうのかな？そうなんだよ、この話の簡単なあらすじは、大晦日にお使いを頼まれた丸子、お使いの途中に、たくさんの荷物を抱えた前田さんと出会う。どうしてそんなに荷物を持っているのかと前田さんに聞く丸子に、正月はどこのお店も閉まっているから、お年玉を先にもらって買い物をした、と、得意げに説明する前田さん。全然羨ましがらない丸子に突然、怒り出し大泣きを始める前田さん。仕方なく、丸子は号泣中の前田さんを家まで送ることになる、という内容。すごい、とかいいなぁとか、羨ましいって前田さんは丸子に言われたかったんだろうね。どうしてこんなに羨ましいことをしている私を羨まないのよ。ってところかな。おそらくな。丸子は引いてるけど、憶測だけど、お年玉を前借りして、大晦日に爆買い作戦を思いついた前田さんは、とんでもなくいいアイデアを思いついたと思ったんじゃないかと思うぜ。私って頭良すぎって、
そんな、素晴らしいアイデアに賛同してくれず、とてつもなく腹が立ったんだろうな。ね。うん、マルコは大晦日という一年の締めくくりに不運に見舞われたと諦めるしかないな。それしかないね。4、お姉ちゃん、マルコの歌がうるさい。4つ目のエピソードは、第2期の1100には、お姉ちゃん、マルコの歌がうるさい、という回でのこと。どんな話なのかな？この話の簡単はあらすじは、マルコの時代の憧れの的、中3トリオクラスのお楽しみ会で披露しようと計画した、マルコとタマちゃんとシコちゃんの仲良し3人組。話し合いの末、3人は桜田淳子の青い鳥を歌うことに。そこに、桜田淳子の大ファンである前田さんが参加したいと言い出すんだぜ。3人は前田さんを仲間に入れることに。前田さんは、練習を仕切りまくり、大きな声で練習することを3人に強制するんだぜ。自宅でも前田さんの言う通り、大声で練習するマルコ。マルコと同室のお姉ちゃんは、マルコの歌声で勉強に集中できず、テレビの音も聞こえなくなり大迷惑。我慢の限界となったお姉ちゃんは、マルコに不満を爆発させることに。そんなお姉ちゃんからの苦情もあり、マルコたちは前田さんに不満をぶつける。そんな、マルコたちの不満に大泣きする前田さん。泣き出してしまった前田さんに、何も言えなくなってしまったマルコたちは、前田さんの言う通りに大きな声で練習し続けることとなり、お姉ちゃんがマルコから受ける迷惑は続く、という内容。前田さんがおかしいのは、重々わかったことだとして、マルコたちも前田さんが泣いたくらいで、言うこと聞いてたらダメだよね。いつまで経っても迷惑をかけられるんじゃない？そうだよな、マルコたちも前田さんの相手が面倒くさいんだとは思うんだよな。前田さんの言うことを聞いて、この場をやり過ごしたいという気持ちだと思うんだぜ。それは、長いこと前田さんの理不尽を見てきて、前田さんの取り扱いを心得ているからなんじゃないかと思う。正直、前田さんと同じクラスの友達くらいの中では、前田さんのややこしい性格を変えてあげることは不可能だろうし、なんとか、この場をうまく切り抜けたいだけなのが、マルコやタマちゃんとシコちゃんの正直な気持ちなんだろうと思うんだぜ。私が、前田さんと同じクラスでも、マルコたちみたいに思うかもな。今回、大迷惑を受けているのは、マルコのお姉ちゃんなんだけど、申し訳ないが、マルコに調整してもらいながらも、お楽しみ会まで我慢してもらうしかなさそうだな。ここにも、間接的な被害者が出るってことね。まったくだな。5、いつもと違うメンバー。5つ目のエピソードは、第2期の183は、いつもと違うメンバーという回でのことだぜ。どんな話かな？この話の簡単なあらすじは、成り行きで、いつもとは全く違うメンバーで遊ぶことになったマルコ。そのメンバーとは、マルコ、おじいちゃん城ヶ崎さん、笹山さん前田さんの5人。なんとも不思議なメンバーで何をして遊ぶのか。前田さんの提案でサザエさんごっこをすることに。さらに、藤木くん山田くん小杉くんも、サザエさんごっこに加わるという展開に。前田さんが、配役を強引に決める、その決め方や横暴さに。前田さんはおかしい、と笹山さんと城ヶ崎さんに怒られてしまう前田さん。前田さんは怒り出して大泣きするいつもの展開に、気まずくなり、解散する一行。泣きながら帰宅した前田さんは、一人でサザエさんごっこの妄想をするのだった。という内容。これまた、前田さんらしい展開になったね。前田さんが絡んだエピソードは、だいたい前田さんが怒り出して大泣きするのがパターンだよな。それにしても不思議なメンバーで遊ぶことになったね。マルコのおじいちゃんの友蔵まで巻き込まれているところが、なんか、面白いよな。あれよあれよという間に巻き込まれた状態かもね。誰に対しても横暴な態度を変えない前田さんは、ある意味すごいよな。そうだね、普通、横暴な態度を取る人と取らない人と分けるものだと思うけど、差別しない人という、いい見方もできるかもね。分け隔てなく横暴だと。だから、本人も横暴な態度だとは思っていないということなんだろうな。まあ、横暴な態度が前田さんの通常営業だから。そうだな。大体、クラスメイトに注意されて怒る羽目になるのに学習しない人だよな。わがままが通ることの方が多いのかもしれないな。おそらく、大体はみんなが許してくれているんだろうね。妄想していたようなサザエさんごっこが前田さんはしたかったんだろうな。それなら、もっとうまく人と付き合わないといけないよな。前田さんは、思い通りにしたいなら自分の行動を大幅に見つめ直す必要があるよな。だね。今回は、前田さんの胸クソエピソードの後編として、厳選した5つのエピソードを解説してみたぜ。霊夢は、今回の解説をどう感じたかな？前から、前田さんのことは好きじゃなかったけど、前回と今回の解説を聞いて、ますます、前田さんのことを嫌いになったのは確かかな。ただ、興味深い人でもあると感じたよ。あはは。
前田さんにもいいところはあるんだぜ、と言いたいところだが、正直、私にも前回今回の解説を通しても、前田さんのいいところは見つけられなかったぜ。どんな人にもいいところはあるものだと思うんだけどな。私が発見できないだけで、何かいいところが前田さんにもあるのかもしれない。というか、あると信じたいぜ。具体的にはわからないが、霊夢が興味深いとも感じてくれた前田さんだから、どこかに魅力があるんだと思うんだけどな。そうだね、人間、どこかしらいいところがあるものだもんね。今度から前田さんが登場したら、いいところを探してみるよ。私も、これから前田さんに注目しとくぜ。ってことで、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の解説が良かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。この解説の感想や、次回の解説のリクエストなど、気軽にコメントしてもらえると嬉しいぜ。前田さんのいいところがわかるエピソードがあったら、ぜひ紹介してほしい。それじゃあ、次回までー。またねー。